どういうことかと言いますと、先ほど申し上げました、はい、この動画では Excel の VLOOKUP を工場管理で使う例について説明します。製造業でお勤めの方で Excel で SUM 関数や IF 関数は分かったけど、次はどの関数を勉強したらいいだろう。 VLOOKUP って聞いたことあるけど、具体的にどう使えばいいのか分からない。またVLOOKUP って製造現場では具体的にどのような使い方をするのかわからないといったお悩みはないでしょうか。この動画では VLOOKUP って何、製造現場でどう使ったらいいの、使用する際の注意点はといったことについて解説していきます。 VLOOKUP を一言で言うと、別々に分かれている関連したデータを一つの表にまとめるための関数です。データがいろいろなところに分かれていると、あれもこれも見ないといけないとなって何が何だか分からなくなります。VLOOKUP でデータを一つにまとめておくと、効率的な仕事ができるようになります。この動画では具体例として、部品ごとの担当一覧と在庫一覧の分かれた Excel データを VLOOKUP を使って一つにまとめることを目標にします。まずですね、表1と表2がこのように用意されているとします。表1ではコード、名前、担当部署が記載されています。一方、表2ではコード、名前に加えて在庫数が記載されています。ここで表1に表2の在庫数の情報を統一することで一つの表にしていきたいと思います。もう少し具体的に言うと、表1のコードを目印にして、表2から在庫のデータを持っていきたいと思います。ではですね、まず、セルの E2 に在庫数の文字を入れます。が、ここでは、コピペで対応します。次に、セルの E3 にですね、VLOOKUP を使っていくんですけれども、結論から言いますと、このように打ち込んでいきます。イコールの VLOOKUP で B3 で B の14から D の19カンマ3カンマ0で括弧閉じる、はい、でここで、注目いただきたいんですけれども、括弧の中身がカンマで4つに分かれているということに、注目してください。前からそれぞれ、検索値、範囲、参照したい列番号、最後に検索の型となります。どういうことかと言いますと、先ほど申し上げました、表1のコードを目印として表2から在庫のデータを参照したいという要望に対して、検索値が表1のコードに、範囲が表2に、参照したい列番号が在庫データにそれぞれ対応しています。このように VLOOKUP では括弧の中の3つの場所に何を入れるかによって、どれを目印にしてどの範囲から何のデータを参照するのかを指示することができます。なお、最後の検索の方のところには基本的に0を入れたら OK です。はい、先ほどまでの処理の結果、セルの E3 にはA001 の在庫数100が記入されています。これをこのまま下のセルに伸ばしていきますと、計算式がコピーされて、それぞれの製品の欄に在庫数が記入されていきます。が、ここで注意が必要です。試しにセル E8 の式を確認してみると、参照する範囲がですね、本来の E2 の範囲よりも下にずれてしまっています。今回の例では結果的に問題ありませんでしたが、
場合によってはこれが間違いのもとになってしまうということもあるので注意が必要です。このような時に使うのがドルマークとなります。セル E3 の式をドルマークを使って書き換えていきます。まずは先ほどの間違ったものを消して、こちらですね、範囲のところにあります B14 のところと D19 のところですね、このドルマークを追記します。はい、その上でですね、再度このセル E3 の内容をドラッグしてセル E8 までの範囲に数式をコピーします。この時ですね、もう一度セル E8 の式の中身を見てみますと、この参照する範囲というものがきちんと表にのままになっています。このようにドルマークには絶対参照という効果があって、このマークを追加することでセル E3 の計算式をセル E4 から E8 にコピーしても参照する範囲の対象を正しい表にの位置に固定することができます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も製造業で役立つ情報をアップしていきますので、よろしくお願いします。